火山と火成岩の話が済んだので、次は、堆積岩という項目に入ります。堆積というのは、積もり重なった、という意味です。河原や海岸に行くと、丸い石が落ちていますね。あれは堆積岩です。さっき習った火成岩と、どう違うのですか？はい、その辺を説明します。地球ができた時は、もともと全体がドロドロした高温の溶岩だったわけですから、地球上のすべての岩は火成岩だったわけですが、それが次のような道のりを経て堆積岩になります。まず、火成岩が山にあったとして、雨や風により長年の間に岩が崩れて細かな粒になり、川に流れていきます。この段階で、元の火成岩の姿は、もうありません。そして、その粒が、海まで運ばれて、海の底に溜まっていきます。つまり、堆積するのです。そして、長い年月の間に、石の成分が溶け出して、粒と粒がくっついて、新しい岩ができていくのです。こうしてできた岩が、堆積岩なのです。そして、長年の間に、この海の底が持ち上げられて、新たに陸になった時、私たちは、陸上で、その岩を見ることになるのです。この時に、貝の化石が見つかったりします。昔、海であった証拠です。日本中の至るところで、貝の化石が見つかっています。エベレスト山の頂上付近でも、貝の化石が見つかっているのです。すごく長い時間がかかりそうですね。でも、海の底だったところが、本当に山になったりするのですか？はい、地球の長い歴史から考えると、十分あるのです。ちょっと計算してみましょう。例えば、ある土地が、1年に1ミリ上昇したとします。1ミリというのは、ほんのちょっとですので、ありそうですよね。すると、10年で10ミリ、つまり、1センチ上がることになります。100年で、10センチ。1000年で、1メートル上昇することになります。平安時代の頃ですね。1万年で、10メートル。10万年で、100メートル。100万年で、1000メートル。すごいですね。1000万年で、1万メートルになりました。地球で一番高い山を越えますね。これでも、地球の歴史の46億年に比べると、460分の1という短い期間なのです。現に、エベレスト山ができたのは、今から2500万年前頃だと言われています。割と最近なのです。私たちが河原で見る石も何度も粉になっては石になったものかもしれないのです。堆積岩のでき方はわかりましたか？はい、わかりました。では、山にあった岩がこのようにして海の中で新しい岩になるまでの過程を分類します。まず、岩石は硬いので、急には崩れたりしません。でも、太陽の強い光や水が染み込むことなどにより、岩石は脆くなっていくのです。これを風化と言います。すると、水や風の力や他の石との衝突などにより、だんだん剥がれ落ちます。これを浸食と言います。そして川の水に運ばれていきます。これを運搬と言います。そして海の中に溜まっていきます。これが堆積。そして長年の間に粒がつながって岩になっていきます。これを属性と言います。この5つの言葉で理解します。風化、浸食、運搬、
体積、属性、です。